キャロウェイ、エピックマックスです。今回発売しているエピック新しいモデルの中で、まあ、マックス、ヘッドの大きさはどれも 460cc だと思うんですけれど、上から見たこう投影面積が一番、まあ、大きい。そしていわゆるこう重心がちょっと深かったり後ろだったりして、まあ、寛容性が高いモデルだというのはこのエピックマックスになります。ただ、今回この新しいエピックのシリーズはもう3モデルとも初速が速かったり、スピンもこういったモデルの中では抑えられているので、まあ、そういったモデルが実際こうトラックマン出た時にどうかというのを見てみたいなと思います。飛んでるスピン1780回、本当にこれ僕の数字なんだろうかっていうぐらいスピンが少なくて、今回このエピックのシリーズ選ぶ際には特にこのマックスもそうですけれど、あのロフトに関しては普段例えば9度を使いだからといっても試しに 10.5 を試してみるなんてことはしてみてもいいかもしれないですね。特にこれだけスピンが少ないのでロフトが多いもので高く飛ばした方が飛ぶっていう方も一定数いらっしゃると思います。今このクラブ9度のクラブなんですけれど、ダイナミックロフトって数字が 14.5 度、少し上を向いているというのが分かると思います。基本的にはロフトに対して少し上に向いてくれるっていう数字のところで球は上がりやすいであろうと。で上がりやすいですけれどスピン量が1780回転、だから高弾道で低スピンの球が実現しやすいドライバーかなっていうのがこのエピックマックス。初速が速くて球がこう上がりやすくて程よく捕まってでミスに強いっていう。ちょっとフックしちゃったです。割と今回のこのエピックのシリーズは純正のシャフトも割とこう振り抜きがいいというか、またはちょっと柔らかいっていうイメージがあるので、スライスするというよりは少し捕まるっていう印象はあります。エピックスピードと比べると曲がり幅が全然違うというか、ヘッドの挙動も違うんですけれど、僕にとってエピックスピードの方がどうしてもこう自分が思っているよりもフェースがかぶりやすい、自分が思っているよりもヘッドがターンしてしまって少し左を向いた状態でインパクトをしやすいんですが、このエピックマックスの方がニュートラルにヘッドが返ってくるかなという感じがするので、僕の場合にはこちらのヘッドの方がまっすぐ打ちやすいかな。ただ実際スライスをしてしまうなんていうミスが多い方、右へのミスが多い方はエピックスピードの方が球を捕まえやすいということもあると思うので、こちら両方こう打ち比べてほしいところですけれど、はい、これもいい球ですね。こういうボール打ちたいですね。 44.6 なんていうスピードでキャリーが240出ていて、トータル266、270近い距離が出ますんで、クラブスピード44台の方で270近い距離ってなかなか難しいと思うんですけれど、今回のエピックのシリーズの中でいうとど真ん中というか、エピックスピードよりも寛容性があっていろんな方の助けになるのは実はこっちなんじゃないのかなと実は内心思っています。でこの状態よりももっとボールを捕まえやすい、またはこう操作しやすい、自分でもっともっとコントロールしたいという方はエピックスピード、この2機種を選ぶときには自分で操作したかったらエピックスピードを選び、クラブに助けてほしかったらエピックマックスを選ぶといいのかなというふうに思います。エピックスピードはセミアスリートぐらいのイメージでいいのかなというふうにお話をしたんですけれど、このエピックマックスの方が逆に僕はど真ん中で幅広いユーザーの方がお使いになれるかな。なのでクラブに優しさを求めたりとか、もちろん飛んでほしい、高く上がってほしい、そういったこうゴルファーにとって優しいっていう機能が積み込まれているのがこのエピックマックスかなっていうふうに思います。本当シャフト次第でほとんどのゴルファーの方が使えるのではないかなと思うので、純正のこちら 40g 台なので、体力が落ちてきてしまったりとか、シニア用のクラブとかお求めの方なんかでもこれだったら打てるよっていう方いらっしゃると思うので、ぜひそういった方も試してほしいですし、ヘッドにシャフトを変えることで、パワーはあるんだけど球曲がってしまう、優しいヘッドが欲しいんだっていう方なんかにも、ピシャッとはまるのかなっていうふうに思います。